皆さん。おいおい。はいはい。はいはい。疲れました。正直か。ああ、そう、言っちゃうんだね。いや、もう、ヴァンパイアサバイバーズがね、はい。なんと、マルチプレイに対応したということで。マルチプレイに？そう、マルチプレイに。最初に疲れましたって聞いたって、そのくだりをやるんや。そう、これでね、もう今日、これはやらな、やかんで、つってみんなで集まったじゃないですか。はい、我々このゲーム5時間やってますよ、うん、もう。僕、キャラの強化とかもめっちゃしてて、一番強化されてるのはね、あ、そうそうそう、あ、トラウザーの左側見て。え、やば、どうなって、やば、トラウザーのステータス見て。回収範囲、プラス18,290%。どういう世界なのそれって。そう、こういう世界。あ、これ見てみま、ちょっと見たいですか。いきますよ。見たい。これね、始まるじゃないですか。何それ何これ電話した方がええで。一回アンインストールしてやり直した方がいいみたいな。対抗スチックしたちゃんと。今ね、終わりたかったんですけど、レベルアップが多分まだ20分ぐらい予約されてて、なかなかスタート画面に行けなかったんで終了できなかったんです。まあ、こういうゲームだね。もっと早く引き返せたやろ。なんでこうおっしゃったんだよ。そんな世界に行く前によ。DLC をやっている方がいらっしゃらないですね、他にね。そうなんだよね。僕ちょっと DLC やってまして、この下にこの DLC キャラがめっちゃかっこいい。DLC の第1弾が和風なんですよ。舞台日本なんです。第2弾が多分ハリーポッターを元にしてて魔法学校。僕ちょっとこっちまだやりかけててやってない2人ぐらいしかいないんですけど、この上のとこは全部この和風世界ですね。シュート、メイ、アミアン、鬼とか。いいでしょう。いいね。で、キャラどうするかなんですけど、せっかくだから。知らん武器使ってもいいよね。いいよ。使ってみたいよね。いいよ。めっちゃ強いのが、あ、これ、このメイヤが持ってるこれめっちゃ強い。ん？これお手玉みたいなやつ。これめっちゃ強いです。これね、なんだ、春夏秋冬です、これは。春夏秋冬、春夏秋冬です。あの玉が？春夏秋冬なんですね。それしか言わない。全然説明してくれない。で、シュート、これが持ってるこれもめっちゃ強い。何これ？これ隠された夜の剣ですね。剣？隠された夜の剣です。これ以外の情報ない。夜の剣ってこと？隠された夜の剣です。あるんかい？いや、隠された夜の剣です。いいな、俺なんか間違ってた。なんでもいいや。結構、プニャーラが好きなので、プニャーラでいこうかな、ちょっと。そっていくんだ。まあ、皆さん、DLC キャラをね、ちょっと選んでほしくて、みんなに。ちょっとね、好きなの使ってください。僕は DLC キャラいいんで。鬼、あ、勝手に動いてる。あ、マジか。出た。勝手にずっと動いてる。あ、どういうこと？この現象。落ち着け。落ち着いた。落ち着いた。よかった。叫んだら止まった。言えばわかるんだ。あ、落ち着け。わかんないし使ってみようかな。これは強さまあまあ。じゃあいいかな。悪くないぐらいですね。クールダウンが無効になるとどういうこと？武器のクールダウンがね、無効になるんですよ。だから、あ、もうだからよ、内容を説明してくれよ。まあ、クールダウンが無効にならないか。あ、納得してる。おい、理解してない。出続けるってことかな。あ、じゃあ、はい。俺はね、さっき見ててね、まあ、さっきのその、タヌキも気になったけど、ガブエと鬼じゃないっすか。いや、いいな、それ。これもね、進化したら強いっすよ。そうなんや。しかもこいつダンス上がる系なんで。あれ、ガイコスと一緒ですよ。ね、モルタッツィオかな。モルタッツィオと一緒。ああ。水玉飛ばすんだ。
これはもうだって最有機でもやっぱ沢五条岸辺四郎好きやからそういう理由昔の方の言うたな昔の方のねーラブエと鬼で行くわ岸辺なうんじゃあ鬼の武器は何なんですか書いてないねうんああ、ね、なるほど僕こいつ使ったことなかったんで知らんてたんですけど8レベルごとに雷の指輪がどんどん入ってきてなおかつ全部レベル8まで上げれる、ただしその指輪は進化できないあーなるほどでもそれでも全然ええんちゃうでもさ2個までしか持てないですから、ね、そう2個までしか持てないよ、ね、確かになマルチやとそうだ、ね、だからもう増えてくんじゃない増えんのかないけるんじゃないのだってそういう行ってみたら行ってみようぜよしじゃあ鬼となろう人外ばっかりが人外ばっか来たなじゃあ和風ステージ行ってみますかうん行こう行こうここですけどその雪山さん没落した一族の土地は今妖怪や鬼が溢れているここね、うん、建物あるんですよ、うん、じゃあ行ってみますかはい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 アルカナ取っちゃったんですけれどもどうしようかなあそっかそっか DLC が入ってるから俺弾速変わる系が好きなのでこれでいきましょう、はい、ああ移動早ったりでもハイパーやからもともと早いんそうですそうですさてどうしますかでああそうだカッパが風魔の書ですねあじゃあもう渡しまっちゃいましょうかじゃあでも副車も結構いいんじゃない誰かうん副車はなんなら俺あでもまあ強化した進化したら関係ないからいいかああすぐまあカッパにあげなよそうこれはパスをすることによって他のプレイヤーにね、うん、これすごいねこの人は、ねうん、渡すことができるといいのかいカッパっぽいカッパっぽいキュウリやキュウリもらってる陽気やこれやるからこの葉っぱ食ってもいいのかいそれじゃあそれじゃあ、ね、風魔の書だよ風魔の書これかそれじゃありがとうよあ俺いつ攻撃してるこれ俺もこれ何のそいつねそいつね歩いた時に残る分身が攻撃判定が残ってるんですだからポコ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 置いてるな確かにそう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 こいつさ最初武器何も持ってないの鬼あそうですよじゃあどうやってレベル上げるのこいつ最初なんか攻撃食らったら反撃するみたいなあそうそうそうダメージ受けた時に自動的に反撃するシステムがあってはなるほどねでもねもう課長やん課長さんいや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 今言われても何も返されへんかったんやから俺課長とちゃうかそんな俺とちゃうじゃないかそう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 課長じゃ武器取らない方がいいよねそっかレベル8までがそうなるほどカッパにあげなよカッパにあげあでもまあじゃあ一石二鳥やからいいんじゃない、まあ、でも俺弾増える系やからさ、うん、まあ、まあ、あそっか あんまり聖書いらんかもななるほどねそうだねリロールしていいじゃあいいよ、いいよいやもう、うん、あでもカッパあそっかねサポート系のアイテムそうだねなんか欲しいよねもうとりあえず攻撃手段欲しいよなパスなんか誰か欲しいの出るまでパスしようかな、うん、アイテム取ってもいいしあいらなさそうなものを消去、ね、消去であティラギス欲しいですあティラギスだあじゃあじゃあ回しますわパス回しで、うん、パス回しでありがとうお出てますね、うん、DLC の新武器あ何それスペルストリームこれね、うん、弱いんすよ弱いんか多然気になってる課長課長ちょっと、ちょっと今だ殴られてみようか、うん、まあちょっとあ出てる出てる雷えどこにえいつも行った今え雷出てる関係ないとこに出てるってこと俺はどうしようかな。だとしたらその雷食らったやつめっちゃかわいそうやな。関係ないね。ちなみに他にもあるよね。その DLC 武器って。ありますね。ちょっと違うのも見たいな。リロール。20回もできんの？あ、これはキャラの特徴かも。ああ、なるほど。あ、出た。スペルストライク。ね、確かこのスペルストリーム なんだっけさっきのやつってなんか3つぐらいあって、うん、全部集めて全部のレベルマックスまでしたら強い魔法になるんですよああなるほど枠2個だと足りないんですよそもそも今回はそんなに見ないか、はい、着物は何やっけオーブやっけ着物オーブちょっともう少し回そう出ないねうん20回あるからもうガンガン出ていいんじゃないですかまあそうやな、うん
いやー、なんだろうな。アイテムがそんだけ増えてるからそら出にくいわな。はあ、そう、大量にあるもんね。あ、出た。じゃあこれもらうわ、ヒテスノーブ。うん、はい。マジで自分が何やってるか分からへん。これは何もいらんよな。うん、ナイフとかいいんじゃないの、増えるから。カッパがナイフ持つか。その辺こだわんねや。カッパがやるのは寿司握ることだけ。それがそれか。とりあえず、うん、よう分からんけど伸ばしてみようかな。あ、そうっす。DLC 武器って基本的に武器だけじゃなくて、うん、あの、その必要アイテムのレベルもマックスじゃないと進化しないです。うん、とりあえず取るわ。俺マジでいつ、あ、ポコポコ出してるな。出してるけど。そうそうね。あ、髪の出た、髪の出た、出たけど。え？あ、出た出た。あ、髪の出してるわ。でこれ出てんねん。難しいこのキャラ。おかみさんもかなりむずいと思う。わあ、むずい。あ、デフォで雷出してるってことは、え、じゃあ実質3つ持てんのかこいつ武器。みんないらんね。ようわからんかったらもう、うん、とりあえずパス回してもいいんじゃん。うんうん、なんか他の人が欲しそうなやつを出して。そうだね。うんうん、いや別にだから課長がリロール回数使わんでもとりあえずパスしてもいいんじゃない。いやでもそれパスした人ってリロールできるっけ。できると思う。あ、本当できるんじゃない。ちょっと怖いね。怖いよね。うん、まあ、あかんかったらスキップすればいいだけやし。できなかったの実はねんな。じゃあちょっとやっ、あ、そろりもさ、その数珠が気になるんだけど。数珠ね、数珠。数珠はあのタヌキの装備ですね。楽しそう。これ誰か装備してくれよ。あ、もらってもいいならもらうけど。お、俺ももらってもいいならもらうよ。マジで。じゃあ、これもらえたっけな。待って、ダメージは呪いと運に左右されるやつ。呪い必要なの。まあ、とりあえずパスしていいよ。うん。とはポンはいらない。いらない。ポンはいらない。あ、リロールできるね。あ、できるね。あ、できるね。うん、あ、あ、俺も取れるからもらっちゃおうかな、じゃあ。うん。うん。すげえ装備だな。すごい、こんな装備やな。そうね。まあ、そうや。お、楽しそう。うん、これいいじゃん。なんか、なんか。おーおーおーおお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 着物さんはね、これたまにね、これ残像残ってるんですよ。この残像がこういう判定を持ってるからです。めっちゃむずい。敵の周りぐるぐる回ると結構、うんうんうん、なるほど、ね、あらよ、友情だぜ。やったー。ええカッパなんやな。基本はってことは基本はこのいい鬼の残像、鬼の残像もこれ、あ、違う、これハイパーやからかな。お、次レベル8よ。お、瞬間出頭。あ、だからしきりにだから瞬間出頭って言ってたん、これのこと言ってる。瞬間出頭だ、だから瞬間出頭です、それはって言ったでしょ。名前をただ言ってたんや。言ってたんや。これトシちゃんとか欲しかったらね。瞬間出頭？持ってもね、瞬間出頭はでも、いや、発射段数ね。あ、そっか。これ伸びるもんな。それ進化しないとあんま強くないんですよね。逆に進化するとめっちゃくちゃ強いんですよ、これ。ただ、見た目おもろいっすよ。むしろね、あ、そっか、でも課長は指輪か。これね、進化させるためにアイテム2個いるんですよ。ああ、そうなんだ。そう、これ、ほうれん草とろうそくが必要で。なんだそれ。そう。で、しかも、あの、ほうれん草もろうそくも、これも全部レベルマックスにしないと、進化しないです。なるほど。なるほどね。じゃあ、全然通るけど、俺。ん？あ、ほんまやな。あれ、ね、一緒にほうれん草あるから。いけんじゃないの、もしかして。ああ、なるほど。アイテムもう一個持てないでしょ。いや、マップアイテムやから枠外で。そうか。あ、そうそう。じゃあ取るとりあえず。うん。はい。必要。あ、あるね。右下の方に。何が進化中？どうなってんの？マップの下にあるよ。夏。冬。冬。冬。夏。夏。あ、夏？冬。春。夏。あ、よう見たら春か秋も出てる。冬だけ。え、春だけ出てる？どういうこと？何これ？何これ？何？だから何？いいですね。いや、アミュレットしますよ。いいですね。うん。面白いな。おもろ。じゃあ水槽さんはもう一個はろうそくじゃないとダメってことですよね。ろうそくやね。うん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 。そんでその風魔の章もマックスにせんと進化できへんのね。泡は、うん、ちょ
まあとりあえず春夏秋冬範囲100アップはちょっとでかい。全然大事大事、うん、およし、おっどうでーす。ほんまに箱に入ってそうなもん。この鬼でかいからさ、ちょっと避けにくいんよな、敵を。ちゃんと当たり判定や、この見た目分は。あなたが選んだ鬼でしょう。いや、文句に聞こえましたか。ちょっとじゃあニンニクとかがいいな、俺。ニンニクとか月桂樹あたりがいいな、でかいから。うん、うんうん、リロールしますわ。はいはい。ニンニク月桂樹。きた、来るじゃん。多いね。と。食いそう、こいつニンニク食いそう。うん。元からに匂いしそうだもんな。じゃあ、ホレストの方寄ってく？ああ、そうね。うん。あの、カッパに、カッパに、カッパに食わせよう。ただね、ちょっと一瞬いいっすか。これ、地図です。何これ？あの、見たらわかると思うんですけど、建物あるんですよ。うんうん。すげえ。村がある、村。このままね、今いるのこの場所なんで、まあ、先にホレスト取りに行って、そのまままっすぐ上に上がってったら、館ありますね。すげえ。あのほうれん草畑の中一気や一気や一気だな。畑にあるから、だから奪ってるんですよ。 DLC2 とかになるとね、あの、うん、迷路みたいのもあったりする。面白い。あ、こっち行き止まりだみたいな。あ、ちょっと行き過ぎてますね。あ、そう、ほうれん草こっちです。矢印出てますね。ほうれん草取る前にろうそく取らなかったよね。そうはね。あ、そっかそっか、確かに。あ、そうねそうねそうね。じゃあもうほうれん草近くまで行ったらレベル上げてって感じにしますか。そうしますか。はいはいはい。あ、春夏秋冬なんかどんどんいい感じだね。いいでしょ。おー、ほんまや。あったいい。おー、ガシャドクロ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 。え、でドクロに何で反応せへんの、あの人。まあ割といるし。割といるし。うわ、おめえ何あれ。お、ろうそく出ましたよ。あ、ろうそく、ろうそく来た。やった。じゃあもうこのまま。ほうれん草も取ろう。あ、じゃあ、取って、取らせてもらうか。はいはい。お、ニンニク。すまんね。うん、ありがとう。よし。取りましょう、取りましょう。いただくぜ。うい。よし、これで。確実に畑に忍び込んで、畑に忍び込んで。おぉ、何これ。範囲攻撃、範囲攻撃ですね。あの、ボス敵が攻撃してくるときに。あいつの、あ、そういうこと。ショックボスなのか。ボスなんですけど、これ暴れてる暴れてる。多分1回出現したらずっとついてくるんじゃないかな。え、こっちってダメージ与えられてんのこれ。そうそうそう、食らってんのあれ。あ、夜の剣。あ、夜の剣。いいじゃん。あ、いい夜の剣装備して。うん、いいよ。夜の剣は仮面かな。仮面です。仮面。はい、ありがとうございます。これはどれもいらないね。リロールしよう。うん、はい。お、じゃあこれ課長いるのか。ニンニク、ん？カチンコどっちだ？あ、ニンニクを積むか。うん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 。ああ。いる？いや、まあ、好きなの取っていいよ。あ、俺オーブンもやっとくか。そうね、こっちもあげないと進化しないんだもんな。うん、うん、うんうん。はいはいはい。うんうん、ああ。レベル全部あげなか、全部あげなか、全部あげなか、全部あげなか。全部ください。順番です。うん。カッパだからそういうルールわかんないんだ。指も少ないからもう数えられへん。あの、まあ武器は友情で上がるかもしれんから、うんうんうん、はいはい、はい、じゃあサブを上げていこうかな。うんうんうん、うん、あ、畑から奪ったほうれん草を。うめえうめえ。人が、村人が育てたほうれん草、女のがタダで食えちまうんだな。タダじゃない。奪ったんや。行きますよ。あ、上行く？あいつ刺さってみよう。いや、多分あいつついてくると思う。あ、そうなの。あの、あれあれ、守護者と一緒。ボス的ってこっちに。すごい元気よく腕振ってる。ね、鼻一もお見せしてます。鼻一もお見せ。長。うわ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 。どうだよ。どうかまいたちかまいたちかまいたちかかまいたちかかまいたちかこれかまいたちか。そっかそっか。走れてこれ。でででで。うわ。おお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 あ、これ行き止まりです。あ、やばい。え、死ぬ。待て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 
誰死んだ？これ鬼殺し。ちょっと待って、ティラミスのパワーで一回行ったんですけど。あ、なるほど。ああ、追い詰められてる、追い詰められてる。ニンニクでいいかな。え、夜の剣って何でしたっけ？仮面か。仮面。仮面。仮面か。じゃあニンニク。確かに夜の剣はむしろ敵それで倒したら HP 回復するはずなんですよね。ああ。へえ。夜の剣振ってるかな。振ってる。夜剣。え、待って。イエス。なんだ。どうなってんだ。入れんの？え、入れます。ただ入り口ここじゃないです。おお。おお。なんかよくわからんとこに乗ってる。いや、館なんだか。入り口右側じゃなかったっけな。あ、右。あ、仮面あるよ。仮面ある。仮面ある。仮面、仮面取ります。ナイスナイス。ありがとうございます。いただきます。よし。進化する。どうする。これ上行けへんか。どこの邪魔やもんな。狭い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 。あ、なんか俺壁越えちゃった。あー、神。行けない行けない行けない。どうやって行くの。どっから行った？グルってグルってする。あ、まずい、俺も死んだ。やべえ、ところが。あ、ちょっと待って、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、耐えて耐えて。やばい、無理よし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 よ体力吸収するとかさ、そういうやつ大事やな。うんうんうん。最高。一人外おる。そうそう。あの骸骨でかく、あの骸骨でかくなってない。ちょっとでかい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 。この家に入ろう。この家に逃げ込む。逃げ込むしかない。逃げ込むしかねえ。あ、やばいかもしれないね。あ、もうこれやめてくれ。またまた来られたらダメ。痛い。あ、ちょっと無理。レベルアップの硬直時間はうまく。よし、俺が復活する。復活する。ナイス。復活するが。が。がよ。復活するが。いや。が何にもできん俺。あ、俺復活する。ああ。復活じゃ。よしよし。死んだ。死んだ。カンオケを。頑張れ。頑張れ。頑張れ。カンオケ。カンオケさ、これ。なんか置いてったりできんの？俺。いやできない。その置いてけない。動けない。あ、この画面映してる画面の中でちょっと時間を待たんとあかんのこれね。あと生きて。よしよしよし。あ、敵とか減ってる？あ、なんかボス来ました左から。ボクロに追われ続けながら。ちょっと役に入っただけなのに。どうする？あ、無理。ジリジリ。これはまあ数珠でいくか。はい、どうするこれ。どうする。いや、下に見えるしかないでしょこれ。課長と課長のための敵出てくるんだけど。あ、最高。うわ、マジか。課長、友達来た。友達来た。説得してくれ。ああ、あとちょっと。俺が生きればいいな。はあ、はあ、もう無理やった。無理だよこれ。うわ、動きづらいね。いや、ドクロやばいな。やばい。じゃあ踏まえてってことね。シュート行くか。お、強い。シュートがね、こいつの持ってるね、この隠された夜の剣がね、隠された夜の剣。あ、こいつも夜の剣持ってるのか。ってことは、じゃあ武器2個スタートなんですね、こいつも。知らんかった。ほう。さて。もう、おかみさんは使わない。難しかったんや。難しかった。メイヤ。で、なんだ？ダメージは受けない。ダメージ受けません、そのキャラ。え？そのキャラ、一切ダメージを受けません。ただし、制限時間が経過、完了した瞬間に消滅するので。え、じゃあ30分間ノーダメなん？30分間ノーダメです。えー、えー、
これはダメでしょう。強すぎ、強すぎでしょう。これ行ってみようかな、じゃあ。ミヤンで。そうか。俺はどうしようかな。うん。割とでも、春夏秋冬は強かったのかな。あれ強いっすね。まあ、まだ春夏秋冬のポテンシャルを引き出せてないんで。ああ、ちょっと気になるね。あ、うん、あ、じゃあ、普通にじゃあメイヤー使ってみるか。普通メイヤー。普通の方の。メイヤー。うん、生、うん、キメイヤー使うわ、じゃあ。生メイヤー。うん、あーん、じゃあ、まあ、残ってんのは、このシュート、あ、シュートもこれ同時人物なんや。それ俺のキャラの強化版です。はあ、そういうことか。なるほど、メイヤーみたいなもんか。ああ、なるほどね。じゃあ、強えな。めっちゃ強いです、こいつ。じゃあ、強えんだわ。ダメだわ。こいつしか、もう俺、でかいやつばっかりやん。その武器は、まあまあ、うん、悪くなかった感じはするけどね。あ、そうだね。なんか、あもう、聖書みたいなやつ、ね。使いやすさはある。使いやすさあるけど。そっちでもいいよ、俺。いや、いい。茶色いし。あ、そこ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 合わせて何でもええんやつよかったら。あ、まあ鬼いっとくか、もう一回で武器もうちょっとなんかちゃんと選ぶわ、うん、だから別に何も気にせんでいいってことよな、うん、そうよね、うん、うん、もう一回モンスペルいきますか。はい、行きましょう。どうしようかな、結構時間経っちゃったから、もう俺もお急ぎでもいいな。あ、ハリーやる。おう、ハリー持っていきますか。ハイパーつけるんですか。ハイパーハイパーつけます。つけないですか。あ、いや別にどっちでも、うん、いやもう僕はやっぱスピード感のあるゲームが好きなんで。ああ、つけるんですね。つけますね。つけます、大丈夫です。HP 回復量2倍とかにしときますか。あ、いいっすね。あ、いいですね。なんか、うんうん、自利品でもなんとか。うん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 、そう、なんだ。さて、私のこいつが、うん、猫降ってきてんのこれ。うん。お、ほうれん草あるよ。あ、じゃあまあ譲りますか。うん、あ、いやでも取れるんでしょこのステージ。あ、まあ確かに。あ、そっか。うん、あ、じゃあ別に。譲っちゃった。じゃあリロール回しちゃうか。うんうん。リロール。はい。あ、元気。これ。うん。ごめんね。人のレベルアップ中にごめんね。うん、両手空いてるからさ、両手空いてるから俺拳銃進化させれるんじゃん。ああ、そういうのもいけるな。面白いな。おう、うんうん、とりあえずこれやっとくかな。ああ、今あるし、そうだね、うん、はい、うんうん、そのなんか それ数珠、ちょっと待って、今回武器変わってない。いや、数珠がここで、うん、なんかこうノックバックさせるな、全員がファッファッってなんか、おう、風圧みたいなの出してるよ全員が。ティラギス、え、課長、あの銃集めるつもりなんやったらもうティラギス取っとく。あ、ほんまっすね、ほんまっすね、ありがてえっす。はい、じゃあ、はい、食べな。これが、これが南蛮の、お菓子か。違うね。お、あるよ、来た。あ、あ、じゃあこれもらっていいかね。あげるわ。やった。はいはいはい、あざすあざす。いや、なんか献上品が集まってくるな。これが銃か。これが、これが南蛮の武器か。よしよしよし、珍しいもん好きだな。珍しいもん好きの鬼。南蛮かぶれの鬼。珍しいもんでも役に立ちそうなら受け入れる。受け入れる。出ました。上からさ、こうザクッてしてんの、これ誰の力？これ俺の武器です。タコンか。あー、そうなんや。どうぞ。ありがとう。メイヤーのそういうキャラ。そういうキャラ。病弱の。俺の武器はこの。おお、一瞬上、なんだなんだ。なになに、何がずっと。何が分からへん。誰の力なんかが分からへん。これ誰が言いますか。全然喋らへん。どうした。もうどうした。何も俺も何もわからないので何なんだろうと思ってます。マジで、マジで。ほんまに。知ってたらすぐ言うから、こんな。確かにな、確かにな、絶対言うもん。ご存知ないんですか皆さんって言うから。知ってたらすぐ言うからな。知らんから、知らん時何も言えへんねん。わからねえ。安いな。ほうれん草いりますか。
ほうれん草でも取りに行くのは。ほうれん草もでもあれ取りに行くってことはあの骸骨呼ぶってことだからなっていうのはちょっと。あ、そっか。あ、え、あの骸骨ほうれん草取ったから。あそこに出てかさ、あそこに固定でいるんですよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。じゃあアイテムで取れてもいいかも。やめとこ。うん、いますか。じゃあ触れちゃいけねえ、あいつ、いや、そう、あれ、あいつを呼び出しちゃいけねえ、あれのせいで、そう、俺が全滅したから、うん、俺がひでみやったんだ。ありがとう。言ってくれた。言ってくれた。もう言うのでさえ、喋るのでさえ辛いやろうね。じゃあフェイラーにしとこうかな。フィエラ。フィエラ。フェイラ。うん。めっちゃ動き早い。足速いよ。メイラがやばい。そういえば、メイラ。たまに強くなるんですよ、そいつ。あ、まあ、そうなん？俺。そう。多分一定時間だけです。速いや。いや。多分あの敵を何人か倒すみたいな条件で一瞬強化されるんですよ。ことなんか空いてた空いてたなんか、うん、一度にいっぱい倒すと無敵になるみたいな。無敵っていうのは強くなるっていうことか。へえ。あ、俺どうしよう、結局もう一個の武器決めたいな。うん、なんかな、珍しいもの好きなんで。あ、来た、これだ。おお、ほら、上からこの黒いの出てるのがトアポンの武器で、これ俺、そう、ジーフォーさんの武器どうなんだ。なんか青い、そうそう、青い玉みたいなのが飛び回ってるけど、俺どうしよっかな。サブウェポン、サブウェポン、まあでもしょ、ほうれん草、いや、斧強いかもね、やっぱり結局。うん、進化周到があれで、あの 青い線がジーフォーさんの攻撃か。そう、俺もこれどうやって、どうしたかわかんねえよ。それ確かにちょっと使いづらかった気がする。扱いきれてない。こちらパケットもあったよ。お前が選んだよ。まあ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 。おお、でも安定してるね。いい感じよ。うんうん。やっぱガシャドクロがやばかったよな、あれ。あいつにほんまなんか。乱されたよな。そう、ただより怖いもんはないっちゅうことやな、あれ。そうやな。やっぱ畑の、そう、人が丹精込めて育てたやつ盗んだらあかん。そうな。うわ、バナの歌もいいな。あ、なんかメイヤっぽいな。もう寝とけよ。おいか。歌わないで。お前な。いや、まあまあまあ、とりあえずほうれん草。とにかく進化。こんだけみんなが。でもくれたしな。わあ、進化に。ああ、富士山が使ってるキャラニアン。で、そうだね。毎秒 HP が上がってくらしいです。え、マジで？毎秒上がってく？最大 HP がどんどん上がっていって、最後の方めちゃくちゃ HP 増えるらしいです。え？最大 HP が。そう。鬼にあげえな、そんな能力。そうやね、俺もこれでその友情のアミュレットとか出たらもう完走すんのよな。誰かが青い銃引くんじゃない？聞いてくれたら、ぜひともよろしく。どうしよっかな。ちゃんとお願いできるように。リロード。あ、来た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 。俺いいのかい。キャラ被ってるからやめて。ごめん、ちょっとカッパになっちゃった。エス。いや、ありがてー。よし。エイツ。よし。これはいいよ。どうしようかな。でも先に埋めちゃった方がいいんじゃない、トシちゃんが。あ、じゃあ、うん、いいかい。ほら、斧だよ。儚げなキャラに一番遠い。ありがとう。そんなやつが使わないよな。斧投げるの。投げれんの。投げやすいよ。よかった。ここじゃあれなのかな。メイヤが覚醒した瞬間に、うん、バーンってなってるのかな。バーンってなってるね。うん、メイヤ頼みだな。あ、敵全滅するんか。てか場所いいのここでずっと。なんか箱を残してあるのは、うん、あれじゃない、わざと進化の。あ、いや、なんか気使って取ってないだけなんですけど。取った方がいいっすか。じゃあ取るよ。
パートル取っていく。すまない、まあ、10分前に出てたからこれで武器の進化できないんで。あ、そっか。あ、そうなんか。こんなルールだった。あ、こんなそうなんか。たびたびすまないよかったな。もうもう全員病弱。登場人物全員病弱。うん、あでも銃これめっちゃいいな。使いやすいわ。使いやすいよ。貫通するのが強いのよな。使いやすいの好きな。隠された。これそろそろ、あれ、カウントした来た、はいね、あ、俺これ夜の剣ってないの。おお、俺は夜の剣を隠し持ってる。だからそっちと一緒。隠された夜の剣じゃないのそれ。あの、その鬼と一緒でダメージを受けた時に夜の剣が勝手に発動する。あ、来た来た来た。おお、メイヤすげえ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 、そうなっちゃう。メイヤすげえ。人格、人格が全く変わんねや。どけよどけよ。反動、戻った時の反動を考えろ。戻った時の反動を考えろ。メイヤそれ以上いけない。それ以上強くなるぜ。それ以上はメイヤシュート。人間に戻れ、人間に戻れなくなるぞ。メイヤそんなに、そんなに斧を投げて大丈夫か。ティッシュを投げてる。もうだ、私は何を。あれほど言っただろう。メイヤ全部なくすの。全部なくすのだる。全部忘れてるから。あ、どうしようかな。そう、武器1個しか持ってないですよね。確かにな。聖書とっか。いろいろで。俺も一応狙ったところに攻撃ができない系の武器なんで、うん、現状。聖書と、ちょっと身を守るための。足も別に速くないんで。あ、いいか。とっかな。なるほど。俺も、あ、もうやばいじゃん、俺も。なんか取るか。あ、そうね、そうね。圧迫してくるね。武器乾燥してるから。バリラーリ。あー、まあ、十字架は進化させなくてもいいっていう使い、あの考え方はできるけどね。確かに。はい、うん、ロックバックしてくれるし。十字架。うん。おお。さらに。これはじゃあ友情目当てでほうれん草。友情目当てで。やべえやつや。目当てにするようなもんじゃないねん、友情はよ。分からんけど多分金借りようとしてる。怖い怖い怖い。あ、これ、あ、終わりだ、もうそれは。これ、強化されるんじゃないか。来た。起きた、おい、おー。これ強いんすよ、山彦の夜。これね、さっきの上のから来てたやつが下からも来るんすよ。おー、いいじゃん。すげえ。これ強いんすよ。そう、これめっちゃ強いっす。しかも、これかなり威力出るんで。なんか怖い。こんな夜に寝れ、落ち着いて寝られへん。ただ唯一の問題はこれすごい視認性が下がります。そうだね、もう、そうだね、見づらいな。ごめん。あ、やった風魔の章出た。よし、これで。ちなみにマップ他なんか面白いとこないの。まあこのまま、今どこだ。あ、今どこだ。今真ん中の、真ん中か。このまま上上がっていけば一応ちょっとあの洞窟っぽいとこになってて、で、あのあれありますね、村間さんの1個前の剣。あ、そうなんだ。あ、右上。そう、いや、上のね、ちょっと右が、そうそうそう。見に行ってもいいし、さっきが落ちてんのって新鮮やな。で、さっきあの右側の建物結局見てもあれなかったんで、屋内見に行ってもいいし、とか行きたいとこあります。だったらこの上行きたいね。上行くか、あと左側の左上。これ、うん、あの行けそうに見えて下からこの斜めってる坂道登っていかないといけないです。ああ、はい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 。それも面白そうだね。面白そうやね。で、確かあの左上に凍った湖みたいなのがあって、そこでしか出ない敵がいるんですよ。あ、マジ。へえ、そそらすやん。このガイドさんそそるやん。なんかお好みの場所とかあります。あ、あげてくれるな。うん、あ、どっちも行って、
近いから。どっちも行くって無理なんですかね、今日中に。どっちもはちょっと厳しいかもしれないですね。時間的に。ぽいぽい。もう今日中に札幌と函館来たいんですよ。北海道舐めてる人だ。ああもうそれガイドさん、ガイドさん両方行けないんですかね。行ってみます。いやちょっとできるだけちょっと努力するんで、じゃあ行ってみましょう。大丈夫ですか。じゃあ左から行ってみましょう。だって行くんですか。このゲームさ、今までやってきてさ、この場所でしか出ない敵ってなかったよね。あ、確かにないね。うん、ないわっていう意味では、まあちょっと面白いから見に行ってもいいかも。レザーがいたくらいか。あ、そうね。まあ、雨でボスやんか。これ雑魚できないよね。あ、マジで。雑魚の出現の眺めが変わるのよ。クローバーって正直な、なんかもっといいサポート欲しい。なんなら十字架進化しちゃうしな、それとちゃうと。うん、ああ、そしてクローバーは、まあ一応右の家にもある。あ、そっか、そうか。まあいいな。十字架で。あ、十字架、あ、十字架ね。うん、うん、うん。お願いします。あ、やった、メイヤ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 、見て見て、実は俺も進化してる。俺の髪の毛もよく見て。え、嘘、白くなってる。お、俺も見て。メイヤばっかりじゃなくて俺も見て。嫉妬してた。なんか寂しい思いさせたんや。俺さ、メイヤ待て。あ、でもメイヤ、メイヤ、唯一メイヤについてってる。うん、君は心優しい子のはずだ。俺たら敵が溶けていく。すげえすげえ。で、こっちここから道なりに行きましょう。お願いします。あ、だってちょっとアンさんが欲しい。欲せえなあいつ。何の身とんねんだ。おおおお、こいつ倒したらキャラになるんじゃなかったかな。へー、もうすげえノックバックすんじゃん。確かに。雑魚だな。ノックバックかわいそう。雑魚だ。でも足も出ないたのね。あー、ゴミ。あー、かわいい、かわいい。ゴミや。いいゴミ。おお。すごい天気悪いみたいに見える。あー、夜の。山彦が。アミルス上か、うん、ありがてー、ありがてー。俺らの優勝は不滅だよ。あ、ここ思い出し病じゃん。思い出し病じゃん。お前ケビコやったんか、ずっと。お、気を引くための演技やったんか、お前。全部すまない、静かにしてくれないか。卑怯やな。それ言ったらあんま強く言われへん。今あんま強く言われへん。万が一ほんまやったらまずいから。じゃあ目はホテルで寝てるんだぞ。ぐらい来るから。ああ、そうそうだね。俺らだけで温泉に行ってくるから。君たちだけを行かせるわけにはいかない。やっぱそうだね。寝とけよ。お前は行きたい。お、ここですね。温泉入りたい。お、ここや。こちら、カッパの生息地になっております。あいつもいた。ちょっと待って、ちょっと待って。あいつやん。呼びたくないやつも来たよ。いや、もう勝てる勝てる。氷でめっちゃ滑ってるみたいに見えるな。もがいてんだ、めっちゃ。あー、おっと、これは…年尾さんか。まあいいんじゃない、別に。まあいいか。うん、取っときましょう。今押してたやん。ステージアイテムだから圧迫しないと。カッパか。はい、ここね、カッパがたくさん住んでるんですね。あー、これこれが嫌なんだよ。これ大将と倒さない。誰か強化できませんか。なマジ。あ、無理か。いや、無理か。一瞬ポートし。はい、はいはい。あと1だわ。ああ、もうちょいか。うん、多分俺次もうね。あ、まだだ。トマトハートが。はい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 。じゃあ、まあどうせこいつついてくるんで戻りますか。まあこの辺は見れたということで。でもちょっと待って、狭いとこ行ったらもう、あ、やばい。大丈夫です、皆さんお強いので。ガイドさん、大丈夫ですよ。ガイドさん、もうほんま邪魔やな、あのところ。ほらほら、急ぎましょう。あ、そうそうそう、
どうした？やった。これどうでしょう。ちょっとレベル上げたいですね。そうそうね。上がるまで。そうね。よしよしよし。まだ宝箱さっきのところで出てるな。あ、マジ？あ、なるほど。うわあ、そっか。まあ、ろうそく。あともうちょっと。あともうちょっと。春夏秋冬遠いな。そう、春夏秋冬遠いんですよ。ただ、もうめっちゃ強いんで強化されたら。はい。よし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 。やばい。たまんねえな、たまんねえな、なかなか。たまんねえ、たまんねえ、たまんねえ、経験値たまんねえ。うん。硬い。ちょっと今、敵が硬い上に少ない時間ですね。美味しくないですね。美味しくない。あ、でももう、宝箱2つ目。あ、やった、来た。宝箱1個、じゃあ、通り。うん、それ取って、宝箱。取って。サンキュー。オッケー、いいねー、やったー、いいねー、よし、今無敵でーす。あー、メイヤ、ビバメイヤ、メイヤ、オラ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 。あー、でも、不えな。メイヤの無敵体あたりでも倒せん。へぇ、マジか、そんな強いのか。こいつら硬え。あのぐらいの威力か知らんけど、もともと。あと、誰のレベル上げる？え、アップを待ってんやっけ？これがね、あのね、ハートが1個上がれば進化できんだよな。いけないか。瞬間、瞬間が欲しい。うわぁ、もうリロールなくなっちゃったんだ、俺。あー。そっか。え、パス回して、ハートまで出して、またパスっていう感じ？あー、なるほど。いやいや、あるんじゃない？あー。出して、すぐ出して。ハート出せなかったらおめえ分かってんだろうな。かつてないほど回したくねえな。出せよ。全然モチベ上がらへん。もっと出んだろ。出ねえじゃねえかよ。落とされるまでになってる。ちょっと待って。出ねえじゃねえかよ。ラストよ。出ねえじゃねえ。もう何やってんねん。もう返すなよ俺に。あのスキップで。スキップしかないのかこれもう。まあスキップでいいんじゃないですかもう。うん、ああそっか。鎧選択消す。鳥とか消しちゃう？うん。あ、いらないもんね。確かに。うん。あ、じゃあ消しますね。あ、お願い。うん。じゃあ黒鳥消すか。うん。だね。よし。で、リロール中。長い時間かけて黒い鳥消した。もう一回リミラークを狙う。あ、来た。あ、ミュレット。そうね。お。いやー、もうとりあえず十字架でいっか。そうね。か。うん。あ、見る。俺はろうそくだな。お。そう、一個開いたんですよね。開いた。でもリロールなくなったからここから取るしかない。ほんまや。あの銃って何やっけ、あの弾速？え？クールタイム。なんか本。クールタイムか。ロットって誰か持ってた？ロット持ってない。ロット持ってないんじゃない？あ、じゃあクールタイムまで俺粘りたいので、うん、じゃあ消去したいわ。なんか、うん、消していい？いいよ。スペルストリームいらないし。スペルストリーム。うん。うん。お、めっちゃ上がる。あ、来た。自分で出してました。ムカつくわ。人のリロール10個とかしといて、あいつあいつ勝手に回して勝手になくなっただけだからね。なんでそっちの味方や。かわいそうな鬼。かわいそうな鬼。泣いた鬼。これは俺ろうそくいっていいかい。行きましょう。もういいよ。あ、行こう行こう。春夏秋冬じゃなくて、春夏秋冬はでもう取って、まあ誰が出るか分からんけど。おお、これがどうなるの。お祝いの風。これね結構強い。敵の防御力を低下させる。これかなり敵まとめて消しますよ。あ、防御力っていう概念あるんや。あ、宝箱。お、これで春夏秋冬も。よし、前代未聞5つ目の季節引くわ。あ、いや、あのね、5つ目の季節出ます。え、マジで？マジで？5つ目の季節っていうか季節じゃなくなります。五行ランク。五行。おお。カイトさん、その あそこには行くんですか。行きましょうか。お、はいはい、行きましょう行きましょう。これでどう行くんだ。まだ山降りてる途中やね、これ。よし、行くのかな。あ、これ取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 れ
あー、友達いっぱい来た、友達いっぱい来た、お祝いです。よし、あいつらだ、あいつらだ、あいつらだ、あいつらが悪いんだ。ちっちゃい、ちっちゃいお前やんけ。行け行け行け、あいつら鬼だ鬼だ鬼だからって、鬼だからってあいつら。っていうことはもうお前やないか。あいつら俺のリロール10個溶かしといて、何の悪びれもしねえんだ。おい、こんなやつと、こんなやつと一緒に旅できるか。みんなでかかれば、みんなでかかれば。ちょっと色違い出すぎだぞ。兄貴、あ、兄貴、兄貴も来てくれた。多いな兄貴。兄貴来てくれたんすね。あ、お父さんお母さん大変やん。どんだけ出産を繰り返せば。鬼ども沈まれ、こいつが止まってもいいのか。人質取られてる俺。鬼質取られてる。お、お寿司さんのやつよく見たら地とか風みたいな。嘘。あ、マジで。属性になってる。水と風土みたいな。あ、マジ。あ、そうなんや。一瞬なので。季節は終わり。もうこれからは属性の時代です。属性の時代。はい。なかなか難しいんで行くわ。メイヤもでっかいもの投げれるなって。いいね。進化武器はなくなったかな、うん、これで。大事なのはスナップだ。肉体的やな、ゴーゴー。筋力ではない。あ、そうなんや。スナップだけで、うん、そう、技量だって。技量で投げる。今まで力で投げようとしてたから、体に負担がきてた。あるね。あ、なんか持ってる。いやでもちょっとレベル上げたいな。俺がもうすぐね。あー、これボスか。おー、ヌエみたいな。おし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 。俺もうちょいで武器の強化ができるのよ。はいはい。なるほどなるほど。うわ、すごいな、こわわわ。沈まれー。お、これで。お。お。お。よし。おー、いいね。おー、いいね。おー。鬼ども沈まれー。首はお返し申す。やっぱりもぬけ姫の感じやったんやな。たたり神って言った時からちょっと怪しかったんや。お、ありますよ、肉。あ、肉。あ、肉なんかいる？これはこっちの方がいるな。来ねえなぁ。東京してるよ、クローバーとかいらないし。あ、そっか、クローバーもいらんのか。うん、別に。じゃあ消します。はい。これはめっちゃレベル上がる。上がるね。消去。パスした今。あ、パスしたね。あ、勝手にちゃったか。あ、なるほど。うん、弾速じゃなくてクールタイムよな。クールタイムね。クールタイム。じゃあ消去しようかな。うん。命の器。まあいらんね。あ、なんでもいい。まあまあなん。はい。ちょっと見えないのか。うん。でも俺もなんか埋めていいんだもんな。じゃあ、うん、経験値でもいいか。まあありですね。肉。肉みたいの。あ、じゃあ俺が。あ、はいはい。あ、上から。え、なんか首、首が。あ、上から首が。え、おい、山田、山田、いたおらおらおこれ誰が持った？ん？何やろ？どこにあったやつだろ？もしかしたら倒したやつが落として即拾ったんかな。あ、なるほどね。密着王のやってたから。ああ、そうやな。あ、倒したんや。あ、ナイス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 。素晴らしい。敵は強いわ。よし、じゃあ残り3分ちょいであの真ん中の山行けるかどうかやな、ガイド。残り3分やけど、これこの状況でもまだ目指してんの。これ加速モードやから1分30秒しかないんですよ。
あ、そうか。あ、そうか。そこ、なんとか行きませんか、ガイドさん。うん、私も行きたいんですけどね。お客様の行きたいところは私ももちろん連れて行きたいんですけれども、1日で24時間しかないんですよね。楽しみにしてたんですよね。帰ってくるから、わざわざ高速飛ばしてきたんすよ。うせえ、子供が、子供が。ヘレ切れた、切れた。ガイドさん切れた。怖い怖い怖い。ヘレ山に遊びに来てんじゃねえよ。なんかもう、もうなんかヴァンパイアサバイバルの実況全部こんな感じっすね。メイヤ大丈夫、いけるから、ほら、安心して。ここ、ここどこ。うん、おーか、赤字もいっぱい落ちてる。あー、でもこうなったらもう動けないですね。うん、いけないよ。ちょっと経験値欲しいように。あの鬼まさか片手にしか武器持ってねえ。嘘。鬼経験値欲しいように。あんなに消去しといて。こだわり、あ、こだわり。いやもうほんまたまに近寄ってくる課長が敵に見えるんで。あるよ、うん、ほらさ、最後ナイフでも持っときね。魔法の杖でも。いいじゃん。魔法の杖、うん、もらうよ。いやでも、残り20秒ぐらい。ナイフの方が強いかも。おお、課長のでかいやつ。やばいやばいやばい。経験値保証の課長のでかいやつ。課長のでかいやつ。この鬼がどうやって見るか。あ、助けて、みんな助けて。みんな危ない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 。カイド来てる。画面の中で気がつけば一番ちっちゃい方にやった課長。やったじゃん。いや、クリアできましたね。あ、よかったよかった。DPS ひどいですね。ミヤンさん。ああ、ひどいっすね。メイヤな。うん。8.8。いや、瞬間シュート強いっすね。なんか、あんまりやってる感ないよな。鬼やっぱりちゃんとあるんだね。鬼やっぱ雷出てたね。うん、うん、ほんまや、あ、全部出てたんや。あ、すげえすげえ。うん、まあまあまあ全然貢献しないじゃん。え、びっくりした。俺何してたの。頑張ってるつもりだったけど、なんか鬼が知らん前に出してた雷とあんま変わらんぐらいの DPS。 変わらん。俺の精一杯が。鬼の無意識な攻撃で。うん、マジ観光しに来てたんじゃないの。おもろ。